はい、吉原です。またまたお久しぶりです。どうもすいません。3月ももう終わりだなんてね、信じられないね。本当僕もね、いろいろなことがあって、でも大体ね、目処がついてきたので僕の本来の活動に戻れつつあります。と言ってもね、まだまだこれからなんだけれども、4月になったら、この間もね、感想の歌の時にちらっとご紹介したように新番組を始めたいと思います。4月4日の日曜日朝10時からですね、吉原のハッピーサンデーという番組、これは皆さんからのおはがき、メールじゃないよ、おはがきいただいて、そしてエピソードとかをご紹介したりとか、リクエストにお答えしたりとか、そういう番組です。まだまだコロナでね、外に一歩も出られないようなね、施設にいる人たち、そんな人たちにも歌を届けたいという願いから始めたいと思います。まだね、でもね、郵便局にハガキ来てないの。皆さん、ハガキどしどし送ってください。宛先はね、郵便番号 252-0183 吉野郵便局止め、吉原のハッピーサンデー。皆さんのね、ペンネームとか、それからメッセージ、リクエスト曲なんかを書いて、どしどし送ってください。待ってますよ。じゃあ今日の曲は、港が見える丘。見る夢、あなたの口。
気に入ったらいいねボタンとそれからチャンネル登録よろしくお願いします。吉春のハッピーサンデー、郵便番号は 252-0183 吉野郵便局留め、吉春のハッピーサンデー。